どうも、ゆるふわチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。さあ、今日はね、キノコを使って料理をしていきますよ。キノコといえばね、舞茸、しめじ、えのきだけ。まあ、栄養豊富ですからね、キノコはね、たっぷり取った方がいいですね。さあ、このキノコをね、どうするかというとね、この豆腐やひき肉、あとはね、大根おろしを使ってね、ちょっと一品煮物を作っていきますね。さあ、本日も最後までご覧ください。ゆるふわ。はい、ではね、まずキノコの準備です。舞茸ですね。舞茸をちょっとね、これをほぐしていきますね。はい、こんな感じでね、手でほぐしていただければ大丈夫ですよ。はい、そしたらしめじですね。しめじもね、軽く石突きを取っていきますね。はい、しめじもばらしていきます。まあね、細かくばらした方がね、食べやすいと思いますよ。はい、えのきだけもね、まず石突きを落としてもらいますね。はい、そしたらね、えのきも細かく切っていきます。えのきはね、栄養がとても豊富で、なんかものすごいスーパーキノコらしいんですけれどもね。けど、細かく切らないと、なかなかその栄養をね、摂取することって難しいそうです。なのでね、えのきだけはできるだけ細かく切ってくださいね。はい、キノコはね、すべてほぐしてね、一つのボウルに入れておきましょう。そしたらね、後で使いやすいですよ。はい、お豆腐はね、パックを開けて、水をね、軽く切ってくれればそれでいいです。別にね、押したりなんだりしなくて大丈夫ですよ。とりあえず、このまま置いときますね。はい、ではね、炒めていきます。まずね、火はつけてません。コールドスタートですよ。まずフライパンにね、ひき肉です。はい、ひき肉をね、入れますよ。油はね、ひかないですよ。油なしでね、ひき肉をちょっとね、ここで軽くほぐしてあげてくださいね。はい、そしたらね、火をつけます。はい、どん。はい、中火にしますね。中火から若干弱火ぐらいですね。ひき肉をね、炒めていきます。はい、ではね、ちょっと半分ぐらいね、火が通ってきたら、ここで塩します。はい、塩ね、3本指で一つまみですよ。そしたらね、ホワイトペッパーです。軽くね、一振りしてください。はい、それでね、また炒めますよ。はい、ひき肉にね、ある程度火が通ったらね、ここでキノコ入れますよ。全部ね、ドカーンと入れちゃってくださいね。おー、キノコたっぷり。まあ、まさしく秋って感じですね。ちょっと軽く炒め合わせていきますよ。はい、ひき肉から出た油がね、キノコにまとわったらね、ここでね、大さじ2杯程度のね、お酒を入れます。これからだんだん季節がね、寒い方向に向いていきます。こういうね、あったかい料理もね、少し覚えておいてくださいね。はい、ではね、ある程度炒め終わったらね、ここでね、火を消します。はい、どん。はい、火を消してね、ここから味付けしていきますよ。ではね、味付けしていきます。まずね、お水です。お水がね、250cc です。お水をね、250cc 入れたら、鶏ガラスープの素ですね。鶏ガラスープの素を小さじ1杯入れます。はい、そしたらね、そこに本出汁ですね。本出汁をね、小さじで2杯入れますよ。これね、火は止めてやってくださいね。落ち着いてやってくださいね。はい、軽く混ぜ合わせたらね、今度は麺つゆ入れますよ。麺つゆはね、大さじで3杯入れます。はい、麺つゆがね、大さじ3杯入りますよ。あー、やっぱりキノコの季節はいいですね。本当に美味しそうです。はい、そしたらおろし生姜ですね。これチューブの生姜で構いませんよ。おろし生姜をね、小さじに山盛りで1杯入れます。はい、ある程度混ぜ合わせたらね、ここで中火にします。はい、中火でね、じっくりと煮ていきます。これあまりね、水分が飛んでもらうと困るんで、ここでね、蓋をします。はい、蓋をしてね、中火でコトコト煮ていきますよ。はい、ある程度ね、沸騰してきました。はい、そしたらね、ここで弱火にします。弱火にしてね、コトコト煮ていきますよ。はい、ではね、キノコを煮ている間にね、大根おろしの方やっていきますよ。はい、大根おろしはね、ちょっと大変ですけれども、縦割りしてください。横にっていうか寝かせておろしていきますんでね。大根おろしは縦割りにします。皮は剥かなくていいですよ。はい、皮は剥かずにね、縦割りにしていきます。これもね、斬新な大根おろしの方法ですよ。はい、おろし器を準備したらね、寝かせた状態でね、大根おろしていきます。そうするとね、最後、皮だけ残るんですよ。
しても安全ですし、皮を剥かなくていいというね、結構便利な方法なんでね、覚えてくださいね。はい、こうやっておろしておくとね、はい、こういう風にね、皮だけ残りますからね。でも安全ですし、皮を剥く必要ない便利な大根おろしの方法です。はい、大根おろし、次終わりましたらね、ちょっとここで水を切ります。味薄まっちゃって邪魔なんでね、水分切っていきます。ザルにね、開けてくれればいいだけです。大根の量はね、だいたい3分の1本ぐらいです。太めの大根だったらね、だいたい4分の1本で大丈夫ですよ。はい、ではね、キノコの方、だいぶ煮上がってきましたね。はい、こんな感じです。キノコからね、とろみも出るんでね、結構いい感じにね、とろんとした感じになります。そしたらね、火を消してください。はい、火を消してね。はい、まずね、お豆腐入れます。はい、お豆腐はね、食べやすい大きさにね、ちっちゃく切ってくれればいいですよ。で、手の上で包丁で切る場合はね、かなり慎重にやってくださいね。包丁をね、前後に動かさないようにね、切ってくださいね。はい、こんな感じでね、このお豆腐、切ったらそのまま入れちゃってください。はい、そしたらね、大根おろしです。はい、大根おろしをね、入れていきます。はい、全部ね、ドーンと入れちゃってください。はい、大根おろしも入れました。はい、そしたらね、ここで軽く混ぜ合わせますよ。はい、お豆腐とね、大根おろしをお鍋に入れたらね、中火にかけて、ここでね、また一旦蓋をします。はい、蓋をしてね、中火でコトコト煮ていきますよ。はい、ではね、ここで一旦蓋を開けてもらってね、もうだいぶね、火は通ってきてますね。はい、ここでね、軽く混ぜ合わせます。大根おろしと豆腐にね、この美味しい汁を吸わせていきますね。はい、これちょっと彩りでね、生麩を入れてみました。生麩美味しいですよね。はい、あれからね、1、2分ぐらい煮ました。はい、そしたらね、もう出来上がりです。はい、火は消しますね。はい、火を消してね、もぎつけていきまーす。はい、ではね、豆腐とキノコのみぞれ煮、完成いたしました。ではね、いただいてみたいと思います。これね、生麩、好きな人多いと思いますけど、これね、美味しいっすよね、生麩ね。はい、ではね、豆腐と、ひき肉と、キノコですね。あんまりいっぱい口に入れると、ものすごく熱いと思います。なので、ほんのちょっと、まあ、湯気が、もう熱そう。はい、ではね、いただきます。うん。あ、はい、どうぞ召し上がってください。いただきまーす。はい。ちょっと待ってよ。いただきまーす。はい、どうぞ。豆腐熱いよ。大丈夫。大丈夫？うん。うん。うん、お出汁の味が。そう。いい感じで。うん、出汁の味がね。きのこもいい感じに。うん。うん。俺はね、かなり美味しい。ね。ご飯にかけてもいいよね。うん、あと、お餅。餅だね。餅だね。ああ、もうそれやったらもうね、抜け出せないね。あ、あと、おうどんにかけても美味しいかも。ああ、うどんね、うん。それもいいかもね。うん。生麩食べないよ。大好物だろ。食べますよ。大好物じゃない。このもちもち感がね。ね。これなかなか売ってないんだけどね。うん、見つけたときは買った方がいいよね。冷凍できるし。うん、どう？もちもち。うん。この中にちくわぶでも入れようかな、今度。え、ちくわぶ？うん。俺、ちくわぶは反対だなぁ、うん。だって、ちくわぶって東京に来て初めて知った。そう。あれをトロトロにすんのがいいんだ。まあまあ、そこはちょっと後でゆっくりと。はい。はい。ではね、また次の動画でお会いしましょう。